あそうやって時事問題と社会化をつなぐことで試験の対策にもなるし、それから世の中を知るそのきっかけにもなったりしてね、このチャンネルはね中高生向けに動画を出しているつもりではあったんですけど、その内容が大学生になっても必要になっているということですよね。この時代はね、学校の先生、教員の方も YouTube の動画とかを参考にしていたりする、そういう時代ですよね。僕もね、教員の時、授業する朝、学校に向かっています。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今回はタイトルにもある通り、登録者1万人を達成したということで、たまには雑談系の動画出してみようということで、今までにこのチャンネルにいただいたコメントいくつか紹介しながら、コメントに関連して、時事問題とか社会化についてその思ったことを少しおしゃべりしてみようかなと思います。コメントもね、このチャンネル中高生のみならず、就活生、社会人の方とか、それから教員の方、中学受験生の保護者の方など、まあ、幅広くいろんな世代の方に見ていただいているので、いろんなコメントを見ながら、時事問題や社会化についてトークをしていこうかなと思います。で、まずは登録者1万人となったのは、もうこの動画を見ていただいている皆さん一人一人のおかげです。本当にありがとうございます。このチャンネル、はじめは中高生、地理とか歴史の勉強動画上げていて、最近は時事問題になりつつあるんですけど、社会科も時事問題もいつも投稿するといろんな方からたくさん高評価をいただいたり、いろいろとコメントもいただけて、これはとてもありがたいことだなと思っています。いつもアップしているあの動画を作るっていうのは結構孤独な作業で、まあ、割と長い時間を一人でずっと作業しながら過ごしていたりするんですけど、でも皆さんから高評価とかコメントいただけるっていうのはとても励みになるし、モチベーションになっています。一つの高評価、一つのコメントがとても支えになっているので、ぜひこれからもどんどんコメントなどいただければ嬉しいです。じゃあ早速コメントをね、全部はご紹介できないんですけど、いくつか紹介させてください。まずは受験生ですかね。中3の方、高3の方、多く見てくださっています。1ヶ月間このチャンネルで時事を勉強させていただき、医学部の推薦に合格しました。本当にありがとうございました。それから今更ですが、第一志望の学校合格しました。本当にありがとうございます。そして今月もありがとうございます。今高校3年生なんですが、たけるさんのおかげで現代社会の模試で3回連続1位を取ることができました。ということで合格の報告だったり、温かい言葉いただいたり、本当にありがとうございます。志望校合格とか夢の実現とかね、これはもう一重に本人の努力の賜物なんですけど、もしちょっとでも受験生の役に立てているのであれば、もうこれはね、社会科講師として嬉しい限りです。受験が終わってからね、わざわざこうやってコメントで報告までいただけてとても嬉しいです。それからこちらも熱いメッセージぜひ紹介させてください。お久しぶりです。公募に落ちてからの2ヶ月間で700時間の学習に励んだ末、志望していた私立大学に合格することができました。このチャンネルがあったからこそ戦えた問題も多々あり、とても感謝しています。本当にありがとうございました。今後も受験期の努力を糧に、大学生活も日々努力し精進します。こんなに、ね、言っていただけて本当に嬉しい限りです。皆さん合格おめでとうございます。そしてぜひ今このチャンネル見てくれている次の受験生、受験が控えている中学生、高校生いっぱいいると思います。まさに先輩たちがこうやってね、このチャンネルとか、まあ、他の YouTube の動画も受験に役立つ時代ですよね。このようにして努力して合格勝ち取っていますから、皆さんもぜひ励みにして頑張ってもらえればと思います。それからあとね、こんなコメントもいただきました。大学の入試に日本の人口が絡んだ問題が出て、この動画のおかげで答えられました。ありがとうございます。こちらこそ、そう言っていただけてありがとうございます。で、このコメントに書いてあること、時事問題の勉強のポイントの一つな気がするんですよね。というのも、時事問題の勉強ってね、ニュースを見ようとかになりがちなんですけど、ただ単純にニュースを見ているだけだと、例えばこの人口の話題ってそんなに大きな話題としては扱われないので、まあ、大きなニュースにはならないということで、そのまま流れてしまいがちだったりするんですよね。ただ社会科ではやっぱり日本の人口問題っていうのはもうめちゃくちゃ大事な単元だったりします。だからまあそういったことがあるので、このチャンネルでは人口に関する話題というのはね、結構しつこく取り扱っていたりするんですけど、でもまあそうやって時事問題と社会化をつなぐことで試験の対策にもなるし、それから世の中を知るそのきっかけにもなったりしてね、そういったコンテンツを作りたいなっていうのがこのチャンネルでやりたかったことの一つなので、こういったコメントいただけて少しでも役立つことができて嬉しいです。まだまだね、こういったコンテンツは作っていきたいなと思います。それから次、受験生ではない中学生、高校生ですかね、コメント紹介させてください。意味が分からず暗記でいこうと思ったのですが、この動画のおかげで分かって暗記することができたので、頭に入りやすそうです。ありがとうございます。それから苦手で諦めようかと思って、やっぱなんとかしないとなと思ったり、どっちつかずでいろいろ動画漁って、1年ぐらい経った今、やっと分かりやすすぎる動画に出会いました。本当に感謝しています。ありがとうございます。これもまた嬉しい言葉です。ありがとうございます。結構ね、中高生の動画については暗記に役立つ系のコンテンツというのがこの1年2年で YouTube、 それから TikTok でも増えてきたかなとは思うんですけど、もちろんそういった勉強暗記で乗り切れればいいかもしれないんですけど、もともと教員をやっていた身としては、暗記じゃなくてちゃんと背景とか根拠とかをしっかりと理解しておいてほしい、それが勉強だと思ってる教員もね、多かったりしますから、まあ、成功法というかちょっとくどいというかね、結構丁寧に長く説明しちゃう動画がこのチャンネルは多かったりするかなと思うんですけど、それでもこうやって参考にして役立ててもらえているようで嬉しいです。やっぱりこの世の中、いろんな動画コンテンツが増えてきたからこそ、暗記に役立つ動画というものがもちろんあってもいいし、それから背景の理解に使える動画もあってもいいし、まあ、自分に合う動画というものをしっかりと探してもらって、で自分に合ったその動画で自分なりの勉強というのができる、これがね、今の時代のいいところなんじゃないかなと思いますね。
それが次、大学生とか就活生の方からもコメントいただいています。就活の時事対策で利用させてもらっています。とてもわかりやすくて大変助かります。これからもよろしくお願いします。今日公務員試験を受けてきましたが、前日にこちらを見て世界遺産が出ました。前日に見てよかったです。そして今日教員採用試験だったんですが、たけるさんの動画で見た時事問題がたくさん出ました。このチャンネルを見ていなかったら絶対に解けていなかった問題ばかりでした。本当にありがとうございます。ということで皆さん、またありがとうございます。このチャンネルはね、中高生向けに動画を出しているつもりではあったんですけど、その内容が大学生になっても必要になっているということですよね。今は中学生とか高校生でこのチャンネルの動画を見ている人は、社会科とか時事問題の勉強、まあ、定期テストに出るから勉強してるんだという人がまあほとんどじゃないかなとは思うんですけど、ぜひ今のうちに社会科の勉強、まあ、社会を知るという勉強、それに慣れておく、こういうことを身につけておくと、就活の時とか社会人になってからも役立つ、まあ、役立つどころか結構一般教養とかね、かなり強くなるんじゃないかなと思いますね。時事問題とかね、なかなか中学生高校生は勉強がしにくい、そういうジャンルかなとは思うんですけど、毎回の時事問題の動画、中学生高校生でもできる限り理解しやすいような形で出すように努めていますから、少しでも役立ててもらって皆さんの力にしてもらえれば嬉しいです。それから社会人の方からもコメントを多くいただいています。少しだけ紹介させていただくと、社会人ですが通勤中にいつも聞いています。新聞やニュース見ても分かりにくい時があるので助かります。結構ねラジオ感覚で聞いていますというコメントもたくさんいただいたりします。それから昇格試験があるので分かりやすく非常に勉強になります、ありがとうございますとか、仕事から年配の方と話すことが多いので、このような時事問題のまとめの動画とても参考にさせてもらっています。ということで、社会人になっても結構時事問題は勉強するんですよね。ぜひ大学生、就活生の方、それから社会人の方、後輩たちにというか、この動画を見てくれている中学生高校生に応援アドバイスのコメントをしてもらえれば嬉しいです。やっぱりね、結構時事問題の勉強というのは社会人になってからも使ったりするんですよね。で、一つ一つの時事問題理解しようとした時に、あ、これ中学校の社会で習ったなとか、高校で勉強したなとかね、そういうのを思い出したりするんですよね。もっとね、昔しっかり勉強しとけばよかったなとかね、あったりする話ですよね。なんというか、そんな感じでね、先輩後輩をつなぐというか、まあ、若い世代に何か役立つ情報を発信したり、あるいは将来を考えるのに参考になるコンテンツの中をね、作ってみると面白いかなと思ったりもします。そういうのもね、今後ぜひぜひやっていきたいなと思いますね。それから次は教員の方、あるいは教員志望の方ですね。社会科の先生しています。わかりやすかったです。参考にします。ありがとうございます。それから、私は高校の地理を専門としていますが、理想的な分かりやすい動画です。私も勉強になります。生徒たちにこの動画を見るよう勧めます。今後の動画を楽しみにしています。そして、動画ありがとうございます。教育実習にいてこの範囲を指導することになりました。教材研究に使わせていただきます。ありがとうございます。教育実習頑張ってください。これまた嬉しい報告ですね。僕もかつては教員を何年かやっていて、それから塾講師になって現在に至るという、そういう流れなんですけど、もうこの時代はね、学校の先生、教員の方も YouTube の動画とかを参考にしていたりする、そういう時代ですよね。僕もね、教員の時授業する朝、学校に向かっているその通勤電車の中で結構いろんな人の動画見ていたりもしました。もちろんね、授業準備というものはしっかり万全な状態でしていくんですけど、やっぱり少しでもより良い授業をと思うと、役立ちそうな動画とかちょっと参考になりそうなフレーズとかないかなということでね、他に探したりするんですよね。なので、僕の動画が教員の方とか教員志望の方に役立っているというのはとても嬉しいことです。そうやってこのチャンネル、教員の方にも見ていただいたりするので、教員トーク、この単元はこうやって教えるべきだよねとかね、そんな話もできたりすると面白いかなと思っているんですけど、まあ中高生の皆さんもね、先生方もこのチャンネルに限らず YouTube の動画見ていたりすることもありますから、まあ、ちょっとでもそんなこと知っておくと、また YouTube の見方もね、少し変わってくるかもしれないですね。そしてさらには中学受験生の保護者の方ですね。息子の中学受験のために何度も視聴させていただきました。今後、江戸後期以降、明治時代と、ぜひ各時代ごとに動画をお願いします。なかなかね、歴史の動画出すことができていないんですけど、まあ、作っていきたいなとは思います。それから中学受験を控える小6のこと、一緒にいつも拝見しています。スライドもお話もとてもわかりやすくまとめてあり、とてもクオリティの高い動画を毎回本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。僕もね、中学受験したんですよね。進学塾通ってね、時事問題もとても勉強しましたし、中学受験の時ですかね、社会科が好きになって、で、今もこうやって社会科を教えていると、まあ、そんな流れだったりもするんですけど。中学受験生の保護者の方も、社会科とか時事問題の対策って結構大変だったりしますよね。社会科ってどうしてもサブ教科として扱われがちなので、対策が後回しになってしまったりするんですけど、でも案外得点の差がつきやすかったりするんですよね。中学受験についてもね、まあ、悩み相談、学習相談というかね、中学受験コミュニティなんかも面白そうだなと思うんですけど、まあ、僕もね、中学受験生の指導などもしていましたから、こういうのが欲しいなどあればぜひコメント欄で教えてください。ということで、今回紹介したのは本当にいただいたコメントの一部ではあるんですけど、いろんな方からコメントいただけて本当にありがたい限りです。改めてありがとうございます。
で今回紹介したコメントにもあった通り、いろいろなコンテンツの要望をいただいています。最近では Twitter とか Instagram でも DM なんかいただいて、学習相談であったり、あるいは知事問題の勉強法とかね、就活の勉強どうすればいいですかとか、いろんな質問いただいていて、内容によってね、答えられているもの、それから答えることができていないものあったりして、なかなか全てにお返事することができていなくて、それは申し訳ないなと思うんですけど、皆さんからいただいているコメントとか高評価というものを励みにして、これからも時事問題に限らず地理歴史公民、それから学習相談とかね、それ以外のコンテンツもいろいろ作っていきたいなと思っています。これからも中学生高校生はまずは日々の勉強に、そして就活生社会人の方は知識の確認に、社会科そして時事問題もただの暗記ではなく、しっかりと理解できるようなコンテンツ、こういったものをね出していこうかなと思いますから、これからも応援をしていただければ嬉しいです。ということで、たまには雑談動画ということでね、こういった形で動画を出してみましたが、どうだったでしょうか。またこういった動画もね、たまにはやっていきたいなと思います。ということで、今回もここまで見てくださってありがとうございました。